こんにちは、シナモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介いたしますのはハーレーダビッドソンブレイクアウト 1690cc のですねご紹介となります。こちらはですね、なんといってもマフラーはですねバンス&ハインズマフラー装備です。そして足回りはですね ABS 内蔵モデルとなっております。各所ですね非常にコンディションもいい時代になりますので、早速ですねご紹介の方させていただきます。はい、まずフロント周りですね、こちらプロジェクターヘッドライト、大きなレンズ割れ、こういったものももちろんございません。夜間もね非常に明るく照らしてくれるモデルとなります。フロントフォークですね、このハーレーといえば極太のフロントフォーク、大きなにじみ漏れもちろんございません。そしてフロントフェンダーですね、ゴールドにラメが強めに入っているカラーリングですね、大きなガリ傷、こういったものもない状態となっております。こちらですね、ブレイクアウトシングルディスモデルとなります。ローター周りの大きなサビ、こちらね21インチホイール、大きなガリ傷、こういったものももちろんございません。ABS ライン入ってますので ABS 内蔵モデルとなっております。キャリパー固着などもない状態です。ではエンジン周りいきます。はい、こちらですね V 型のですねツインカムエンジン 1690cc を誇るですねビッグエンジン搭載となっております。こちらね各種大きなオイルモデルなどももちろんございません。車外のエアクリーナー装備ですね。ステップもですねペグステップの部分車外品ねカスタム済みとなっております。はい、いかがでしょうか。マフラーバンス&ハインズのですねこちらマフラー、ハーレらしいね熱い鼓動をね、響かしてくれるモデルとなってますね。後ほどね音の方をご紹介させていただきます。はい、リア周りです。こちらもですね、大きなガリ傷や曲がりもちろんございません。そしてねブレイクアウトといえばですねこの240のワイドタイヤ、こちらね特徴的な後ろからのねアングル、非常にかっこいいデザインとなっております。反対側回っていただきましてシートですね、シート前後ろともに大きな切れや破れもちろんございません。タンク周りはですねゴールドのカラーリングファイヤーパターンですね、横にラインが入っているラインとなります。非常にラメが強めに入ってまして、ね、非常に綺麗なカラーリングとなっております。ではですねエンジンの方ですね始動していきたいと思います。このねビッグエンジン搭載のモデル、非常にですねハーレーらしい強い鼓動とですねこのマフラー音体感できると思います。ぜひですねこちらのモデル人気モデルとなりますので皆様のお早めのお問い合わせお待ちしております。